後にして、コーンウォール方面ですかね、コーンウォール地方の入り口、最大の都市プリマスにやってきました。しかしですね、なんか大きい町とは聞いてましたが、西方面でね、大きい町って聞いてます。なんか人が少ないな、なんかロックダウン中みたいな感じもするし、なんかちょっと柄が悪い人もちらほらいて、なんか不思議な静かで落ち着いた街っぽい感じもしますが、なんか叫んでる人もいたりして、なんか微妙にカオスですね。いや、なんかほんと人が少ない、閑散としてるな。なんか活気がないですね。まだ8時半なんですけど、まあ、ここはリゾート地ではないので、コーンウォールはかなり、バカンスに来ている、まあ、夏休みを利用して旅行に来ている人たち多かったんですけど、プリマスは、まあ、なんか本当人気が少なくて逆に落ち着かないですね。こそプリマスの象徴的なところでしょうね。イギリス海軍史、航海の歴史、イギリスの海洋歴史の中でも非常に重要な場所、それがプリマスです。まあ歴史的にもヒューリタン、イギリス国教会に不満を持っていた正教徒ヒューリタンがこのプリマスから新大陸アメリカに渡ったと、そしてアメリカ大陸を開拓していったという歴史があります。なんとも爽快な景色、日が落ちる前にギリギリについてよかったです。これ真っ暗だとちょっと厳しいですね。イギリスコーンウォールを含める南西部の旅の締めくくりはこのプリマスです。Thank you.
航海時代に他の国に比べて遅れを取っていたイギリス帝国も大英帝国もですね、このドレークの活躍で無敵艦隊のスペインを破って、大航海時代覇権を握っていったということで、まあ、もともとこのドレークという人海賊だったらしいんですけどね、結構型破りな作戦でそれがうまくはまって勝利したという話もあります。なんか燃えた船を敵艦に突っ込ませるとか、まあ、普通では考えつかないような海賊ならではみたいな戦法でスペインに勝ったとか言われてるそうです。まあ、スペイン人からするとドラゴン、なんか悪魔とか、まあ、そういった感じで呼ばれてるそうですけどね、ドラコっていうんですかね。イギリスの輝かしい海洋歴史、それがここに刻まれているということです。